太陽チャンネル。はい、ということで太陽チャンネルのパパとロボパパです。ロボママです。はい、います。静かに静かに。今日の企画なんですけど、はい、なんとこれからファースト家と小畑チャンネルね、はい、小畑家が来るということで、ファースト家も小畑家も太陽チャンネルの我々がね、ロボと家にいるとは知らない。でなおかつファースト家が最初に来るんですけど、ファースト家がいることも小畑家は知らない。知らない。お互い知らない。もうみんなが知らない状態。もうあと数分すれば来ると思うんで、もしもロボ家に太陽家がいたら、はい。まあどんなリアクションするのかね、検証してみたいと思います。王さんはこれで引っ掛けるの2度目なんで、うち。ああ、感づく可能性もあるかもしれない。まああるかもしれないし、まあ意外とそういうところ鈍いかもしれない。逆に。で、ひとまず今日はカーテンの後ろに隠れます。で、王さんが。ローポパがいるここにいます。で、こんにちは。っていう感じ。ちょっと失敗できない。失敗できないです。ね、そうそう、太陽ババにかかってるということですね。動いちゃダメなんだよ。足も見えちゃダメ。そうそうそう、息を止めて。できるだけ膨らませない。ペタッとした状態で。腹薄っぺらい状態で。壁になってください。じゃあ、あとはロボママとパパに、はい、うまくここの場所にうまく誘導するか。それはロボママにかかってる。ロボママが誘導する。ロボママが誘導。任せてください。お願いします、はい、ということで検証スタートです。行ってみよう。ちょっとそれまでにちょっとリハーサルやってみますね。リハーサルリハーサルどんな感じなのか。子供たちどんどんでバラバじゃあロボババがオーシャン役で。どうもお邪魔しまーす。どうもどうも。あ、どうぞオーシャンあっちに座ってください。どうもどうもオーシャンそんな感じ。どうもっていう感じかな。オーシャン座ってます。どうも。あ、じゃあちょっとオーシャン来たら子供を呼びますね。はい、降りてきてー。ギャーわーすまいか。猫がいるので大歓迎するから。大丈夫行くで、開けるで。はい、いらっしゃいませ。いや子供がおらへん。ああ、遊んでる。あの、ゲームして。置いてきて、おかったで。ここロボさんじゃって。でうち。おかしい。うち。じゃあ待って、じゃあ状況が分からへん。どういうこと、どういうこと。行くって言ったやんだって俺。行くって言ってたやん。行ってもいないんで。おかしすぎるやん。大成功。なんでなんだ。だいたいこういうと
症状やもん、大体大体こんな感じよ。続いて仕掛け人になった。で、わかんない。おはたいけが来ます。はい、はい。なんか、ちょっと待って、いろいろ分からんことがいっぱい。え、車はだって、車は隠すの。だから今からオーシャンの車を隠します。隠すの。時間がでも1時。俺らに遅刻したのもまずかったやつ。1時間返してここ。もう小畑さんがね、もうそろそろ着きそうなんで準備します。王さんそこにいます。パス。オッケーです、オッケーです、オッケーです。あ、着いてる。来たね。静かに。はい。放つで。放ったら行くで。ここ寝にくいんだけど。そうそう、これやっぱりここ寝にくいんだけど。昨日から寝てました。ああ、なるほど。めっちゃ。いやー、ありがとうございます。めっちゃ前言ってたでしょ、太陽さんに会いたいって。言ってました、言ってました。合わせてあげました。二人やったった。やった。大成功。大成功だ。小畑さんとファーストさんのためだけに太陽パパだけが来てくれました。子供がはるばる、はるばる、ネオさんだけが来てくれました。雪山越えてきました。渡るだけ降りてきて。子供くんがてってれやっぱりめっちゃ言うやん。カメラ回してないやん。